アリストス復活。復活した主イエスが弟子たちのもとに現れたとき、たまたま居合わせなかったトマは他の弟子たちにこう言いました。その手に釘跡を見、指をそこに差し入れ、脇の傷に手を入れなければ決して信じない。この決して信じない、これは福音書の原文のギリシャ語でも非常に強い否定の表現であるそうです。ある翻訳では絶対に信じないとなっているぐらいです。しかもコマは信じられないと言っているのではなく、信じないと言っているんです。誰が何と言ったって信じるものかと強い意志を表明しているのです。残念ですが、聖ニコライの訳ではこの強さが訳しきれていないんですよね。残念です。本当にこのコマの頑固な疑い深さを伝えるこの言葉には、さらっと読み流してしまえない重い含みがあります。ハリストスの復活のその蘇りの真実性というのは、主の傷跡に直に触れずしては知ることができないということです。その受難と死は主の傷跡に直に触れたとき、初めて真実として私たちを打ちます、打ちのめします。トマはこの絶対に信じない、この真実を着せずして表しているのです。8日の後、今度は他の弟子たちと共にいるトマにアリストスは言います。お前の指をこの傷に入れてみなさい。主はこのお言葉でトマの疑い深さをなじっているのではないんです。反対にトマも絶対に信じないという強い意志を祝福しているんです。お前だけが、本当にお前だけが私の受難の苦しみを本物の苦しみとして知ろうとした、私の死を本物の死として知ろうとした、言い換えればこの傷を見、この傷に直に触れる者だけが私の復活を本物の復活として知るんだ。ちょうど10年前、思い出しましょう。海がその深みからうねり、地に挑みかかりました。無数の人々が飲み込まれました。神は愛であるのでしょうか。福音が約束する一切が根こそぎ覆されるかのような惨禍が襲いかかりました。そして10年後の今もまだ、今度は私たちの社会を、この世界すべてを、私たち一人一人をまばたで締め上げていくような苦しみが世界を覆っています。皆さんは自分ではお気づきではないかもしれません。もしこの強い強いストレスを受け止めきれなければ、人としてのまともな心の姿から私たちは崩れ落ちてしまう瀬戸際にいるんです。しかしこんな時こそハリストスがこの傷に指を入れてみなさいとトマに促してまで明かした、その本物の苦しみ、本物の死、そして本物の復活への信仰を
私たちは新たにしなければなりません。ハッピーイースターの赤卵の間からではなくて、この世を覆い尽くす死の様の中から、まさに墓にあるものの間からこそ、聖なるパスハの光栄は輝き出していることを私たちは決して忘れてはなりません。私たちは苦しい、辛い、この苦しさ辛さを正直に自分自身にも神様の前にもさらけ出していいんです。いや、さらけ出すことを神様はお待ちなんです。そして決してしゃばんではない。もししゃばんであったら聖教の信仰は成り立ちようがない。聖書と考えれば、もしそれがなければ私たちの宣教は無駄であり、あなたたちの信仰も無駄になると言い切った主の復活の確かさの前に、私たちの苦しみがどんなに辛いものでも、主の復活の恵みの前で、その十字架の許しの前で、その辛さ苦しみがどれほど小さなものであったということを、私たちは心に刻みましょう。ハリストス復活、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 ハリストス復活。